魔王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物が出現したのだ。八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇と呼応して人間に襲いかかった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖蛇はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。この絶望的な状況を覆すため残された方法は一つ、妖魔の本拠地に潜入し敵の要たる妖蛇を撃つのである。たとえそれが無謀な賭けに等しくとも。生き残った最後の英傑馬長、芝生、武田家半兵衛の3人は決死の覚悟を持って作戦に臨むのだった。城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛けるか。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番高い方法なんだから。希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。のみ一か八か妖者を狙うか。具のある賭けみたいなもんだな。仕方ないよ、今回は相手が悪すぎる。妖者はこの門の向こうか。人間どもの残存か。清盛様を待つまでもない。俺様が引導を渡してやる。よし、このまま妖者の元まで駆け抜ける。はあ、せいぜいあがくがいい。液晶打ち取ったぜ。
がいい。液晶撃ち取ったぜ。受け取ってくれよな。Come on!
この命は多くの同胞が与えてくれたもの。絶対に諦めん。このままでは。戦ぶり手本といたします。その戦ぶり手本といたします。
退却せよ。ここまでだね。これ以上粘っても被害が増すだけだ。次の機会を信じるしかない。全員逃げろ。撤退だ。感謝のしようがございません。冷める戦ぶり、お見事。ご無事でようございました。何者だ、妖魔の類か。私はかぐやと申します。前回より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ。今さら千人くらいで驚かないが、俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かの幼者、今の皆様方のお力では遠く過去へ渡りお味方を増やされますよう、私がそのお手伝いをいたします。話が唐突すぎてついていけないんだけど。満言を尽くしてもご理解は得られますまい。されば少佐をお見せしましょう。文句なしの戦果だ。俺たちの陣地か。バカな、妖者に挑む際引き払ったはずだ。
それがなぜここにある？俺たちが時間を戻ったんだろうな。これがかぐやの言った勝者なんだろう。本当に過去へ戻れるというのか？幼者出現の後、この地へ至る前のことだ。俺は仲間と共に小田原城を目指していた。その途上、医療の地で襲撃を受け、そして俺は一人生き延びてしまった。俺は仲間を救いたい。頼む、その時へ戻してくれ。承知いたしました。では後進にお進みください。